宣言。将軍足利義昭を包帯して上洛を果たす。畿内で抵抗した三好三人衆を抑え、伊勢を平定した信長は越前朝倉家の討伐にかかる。越前の隣国近江の浅井家には信長の妹お市が嫁いでおり、同盟関係にあった。だが浅井が織田につく者と踏んでいた信長の読みは外れる。浅井と朝倉は長年の盟友。朝倉を攻めぬとの約定を保護にされた浅井家当主長政は決断。家臣の反対を振り切り、朝倉に組みし織田の背後をついた。浅井朝倉の強撃により窮地に陥った織田軍は命がけの撤退戦を余儀なくされた。第1話、金ヶ崎撤退戦。そして早がけに駆け抜けよ。これは一体、浅井長政の裏切りです。それを大市様が密かにこの届け物で暗示し伝えてきたのです。両方の口が縛られている小豆は我らのこと。朝倉と浅井に挟まれ動けなくなると。撤退戦は人死にが多い。だから信長様は少しでも減らそうと即決なさったんじゃ。それでも長政は戦上手じゃ。ここが地獄の七になることは変わるまいて。視線の先にこそ我が望みはある。ここでこの七を強じ地獄を突破してみせよ。それでこそこの望み。信長様が行かれた退却地点に敵がたどり着いたら追いつかれてかかり。しんがりしっかり務め上げな。中央砦に寄せる敵を一人残らず追い払う。
しゃった七か。
し上げます。森の中には敵の工作部隊が潜んでいる模様。信長の退却地点はすぐそこぞ。行け、やれ、信長めを踏んづかまえ。敵将撃破。朝倉との命は織田との命に等しく思う。それがしは己の真偽に従い織田を攻めた。皆が手を取り合って進める道はそれがしが作り開かないと信じたゆえ、負けられぬ。己を信じた道のため、そして一のためにも。今こそ朝倉の底に顔を見せる時。我が命よ、長政様と共に。
厳しい。ある者が前に進み時代をなす。うぬらは今確かにそれをなした。意志ある者は苛烈に進め、この乱世共に享じよう。
難儀なの気口じゃったの。秀吉だ。じゃが光秀殿に助けられ申した。つい勢いでしんがりに名乗り上げたものの、内心やってもだと頭抱えとったんさ。そこへまさかの助け船、光秀殿がいてくれて助かった。いいえ、私はただ信長様のお命をお守りするため。いやー、まったく信長様と共にかけるんは命がけよ。じゃがわしはどこまでも食らいついて追っかけていくと決めとる。光秀殿、この先もよろしくお頼みします。一つお手柔らかに。ええ、私も同じ。どこまでもあのお方についていくと決めた。あのお方こそこの血と涙に濡れた乱世を導いてくださる。